明和町は三重県中南西地域に位置する町、滝郡に属する、伊勢街道沿いにあり、古代には天皇の名城として伊勢神宮に奉仕した採用の住んだ五木宮があった。群馬県にも同表期の明和町が存在し、両町で友好交流提携、災害総合応援協定を締結している。両町は町名だけでなく、長生に、 三日月をかたどったデザインを採用しているという共通点も存在する。2007年の採用祭りの様子明日火時代から平安時代にかけて649年までは伊勢神宮を管理する神たちが以降1330年頃まで採宮が設置され周辺の大半は神宮寮となる。江戸時代には東道藩、賭場藩、紀州徳川藩、神宮寮が混在していた。 西明村から、明を、三和町から和を取って、明和と名付けられた。いわゆる合成地名である。なお、西明村も、西宮村の、西と、明城村の、明から取った、合成地名であった。なお、衆議院議員選挙の選挙区は、三重県第四区、三重県議会議員選挙の選挙区は、滝群選挙区となっている。イオンモール名和明和郵便局、明和町全域の、 郵便番号は515から 03XX となっている。中学校、小学校その他ともに三重県指定伝統工芸品。明和町の観光客数は年間18万人程度で推移していたが、2015年の日本遺産認定で同年は20万人を突破した大淀祇園祭り。ありがとうございます。